はい、こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、航空機マネットの日本翼コレクションの T4 第31教育飛行隊を紹介します。はい、じゃじゃーん、おー、航空機マネットですね、日本翼コレクションです。おー、今回のラインナップは、まあ、T4 と F2 ですね。じゃじゃーん、 T4 は2件で F2 は 2種類ですね。はい、前回もアリキンはこれゲットしました。おー、 F2 の4番目のラインナップですね。おー、あと同じ F2 で、3番目のラインナップです。おー、はい、今回残りはその T4 だけですね。まず、はい、ブルーインパルスの逃走と、あ、はい、第31弾教育飛行隊の逃走です。はい、今回ゲットしたのかーい。ラインナップの2番の T4 です、はい。スケールは、144/1 です。結構大きいです。いいですねー。おー、あとブルーインパスだけです。これで、全部ラインナップを揃ってます。では、じゃあ早速開けましょう。おー、いいですねー。はい、1、2、3、おー、はい、 T4 です。はい、あとは、はい、お、あ、リカーですね。おー、あ、かっこいい。いいですね。お、機体番号は後でつけます。でからまた、はい、じゃあ今回はこれですね、2番目の。おー、こちらにデカルを貼ります。はい、では早速機体を開けましょう。はい、おー、はい、 T4 です。いいですね。おー、ちょっと寂しいですけどね、デカルがないと。でも、おー、結構いいですね。スイカの燃料タンクもついてます。はい、2人乗りの訓練機で、ジェット機ですね。はい、いいですね。はい、 T4 は、まあ、日本で開発されたその訓練機ですね。ジェット訓練機です。初飛行は1985年です。で、運用開始は1988年です。おまあ、生産数は212機です。いいですね。はい、訓練機の他に、はい、さっきのブルーインパースにも使われてますね。おいいですね。はい、2人乗りですね。はい、訓練生と教官が乗って、訓練してます。おー、あ、下はこうなってます。よくできてるんですね。結構綺麗、塗装も、あ、はい、造形もリアルで、顔です。おー、あー、いいですね。おー、さすが、おー、これボンビの株 F トイスが、あ、はい、企画開発しています。さすがですね、 F トイス。はあ、結構いいですね。やっぱり、はい、あとで、デッカルをつけます。はい、うん、第31、まあ、教育飛行隊は1989年で、うん、編成されています。新設されています。主に T4 のによるその基本操縦が教育を行っています。ですね、操作地は静岡県の浜松基地です。おー、いいですね。かっこいい。はい、それでは、これからターンテーブルで展示したいと思います。はい、航空機マネットの T4 訓練ジェット機です。
おー、かっこいいです。おー、正規が赤く塗ってます。では今から空港のプチジュラまで展示します。はい、以上です。アルチンちゃんでした。今回は航空機マネットの日本翼コレクションの T4 第31教育飛行隊のマネットを紹介しました。これですね。はい、今回は、はい、ラインナップの2番目です。お、今までラインナップ3番と4番も紹介しました。今回は2番ですね。じゃじゃーん、はい、T4 です。おー、いいですね。はい、下これはマグネットです。おー、かわいいですね。もう塗装済みで、あとはデッカーだけつければいいです。あとでデッカーがあります。おー、はい、 T4 ですの、まあ、国産ジェット訓練機ですね。はい、これが首相はドルフィンです。イルカみたいですね。おー、かっこいい。さすが F トイスの、はい、監修のものです。はい、これは F2 戦闘機です。これ見ると小さいですね。 T4 は訓練機。おー、でもよくできてるんです。おー、はい、残りはあと1個です。はい、ブルーインパス、これもちょっと探して、はい、完成させましょう。コンプリートします。はい、とってもいいです。じゃあ、はい、パパン。おお、結構はね、ちゃんと貼ってます。あ、マネット。おお、はい、とてもいい商品です。ぜひ皆さんも試しいかがでしょうか。はい、では、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。